愛媛県の新たな魅力を掘り起こそうと、今日愛媛大学でトークセッションが行われ、ゲストとして招かれた元陸上選手の為末大さんらが地元の魅力を見つめ直す大切さを語りました。愛媛県の新たな魅力を掘り起こそうと開かれたトークセッションには、元陸上選手の為末大さんとタレントのトラウデン直美さんがゲストに招かれ、愛媛大学の学生や高校生らおよそ200人が参加しました。トラウデンさんは地元京都から出て他県の人と話す中で地元のことを思いのほか知らないことに気づいたと話し、為末さんが地元を客観的に見ることの大切さをジュースに例えて話しました。ポンジュースしか飲んだことないと、ブドウジュースがどんな味かよくわかんないみたいな、なんかいろいろ飲んでやっぱりポンジュースなのか、ポンジュースしか飲んだことなくてポンジュースなのかはやっぱちょっと違うよねって気がするんで、まあ皆さん本当にいろんな経験されたらいいなっていう。参加者らは改めて地元の魅力を知ることの大切さを感じていました。